こんにちは、マサカジさんです。今日はね、なでしこの切り戻しをしたいと思います。花の説明は動画の説明欄に貼り付けておきますので、後ほどゆっくりねご覧いただきたいと思います。前半になでしこの切り戻しの実演、後半に超満開にする方法4選を伝えますので、最後までねぜひご覧いただきたいと思います。全体的にはこんな感じでね、結構もう茶色っぽくなってますけどね。はい、それではね、早速なでしこのね切り戻しをしていきたいと思いますが、これ皆さん見てください。こんなにねこれ枯れたところもたくさんあるんですけど、これね綺麗にカットしてね、またまた再生をさせたいと思います。これ以前ねコミュニティにあげたこういった花がね満開の花をあげたと思うんですね。これぜひ皆さんコミュニティをね遡って見ていただければなと思うんですけど、もうこんなになっちゃいました。でもねこれまだまだ咲いちゃうんですよね。再生されますからね、楽しみにしてほしいなというふうに思いますが、今日はね再生のためにざっくりいかないと再生しませんので、黄色いねところは全部取っていきたいと思います。ですからもうざっくりいきますからね、でもこれ再生ちゃんとしますから、はい、楽しみにしておいてください。じゃあ早速切りますね。まあ、鉢から出てるところは当然切るんですけど、まあもうとにかくねざっくりいかないと、はい、こんな感じでねもうざっくりいきます。はい、あらかたね切りましたんで、もっとね綺麗に切ったらいいんですけど、時間をねちょっとまた皆さんかけていただいて、茶色いね枝はねもう全部刈り取った方がいいと思います。まあ、あらかたね残しておいても綺麗にまた再生してくれますんでね、その時また取ってあげてもいいかななんて思っています。はい、でもできるだけねこんな感じで撮ってあげると、また芽が出やすいかなというふうに思います。黄色い葉っぱもねできるだけ撮ってあげればいいかなというふうに思います。はい、あとね、切った葉っぱを全部拾って、はい、虫とかね病気が来ますんで、できるだけね拾ってあげるといいかななんて思っています。黒い肥料もね、こういったものはもう効いてませんので、全部取ります。あらかた取ったらですね、まず消毒をやります。虫病気の予防と切り口の消毒ですね。
といった感じでかまどからシュッシュッシュッとやります。まあ、皆さんも長めでね、こんな感じのなでしこさん全国にいっぱいあると思うんですけどね、そのまましょったらもう枯れてしまいますので、ぜひね切り戻してをして、再生を図ってほしいなというふうに思います。そしたらね、消毒終わったらこういったものでね肥料をやります。新しい肥料ですね、こんな感じです。まあ2個ずつぐらいですね、週にやっておけばいいかなというふうに思います。はい、こんな感じでね切り戻しが完了でバスカッとなりましたね。これもねまたいっぱい咲いてくれると思います。これからですねこの花を超満開にする方法4選をね伝えますので、ぜひね皆さん最後まで聞いてほしいと思います。まず4選の1つ目水やりなんですね。この花加湿にするとですね根腐れを起こしますので、土が完全に乾いてからね、水をやってください。まあ、乾燥気味にね管理するというのがコツです。2つ目肥料なんですけど、切り戻した後ね1週間に1回、1000倍の液で追肥してください。こういったあのハイポレックスってあるんですけどね、1000倍に薄めてね、肥料をあげてほしいなというふうに思います。3つ目がですね花がら摘みなんですね。高温多湿にね非常に弱いので花がらをねこまめに摘み取ってください。4つ目、これが重要なんですね。これ実は摘心なんですよね。これもうしばらくしたらですねまたこう芽が吹いてきます。でね、こういったところにこういったものがこうつきますね。今これ切ったものですけど、摘心っていうのはですねこう2枚葉っぱがあってですね、これを押さえたここでちょこんと切るんですね。これをやってもらうとですねこれコミュニティでも上げてますけど、先ほどの赤い花がねいっぱい咲くんですよね。ぜひね皆さんもチャレンジしてほしいなというふうに思います。今日のポイントはここですね。切り戻した後こういったものが出てきた時にもう一回だけね先を摘心してあげるというのがコツです。このままでも咲くんですよ、綺麗に咲きますけどね。もっと咲かせるためにはこういった作業が必要です。今日はねなでしこを切り戻しました。鉢いっぱいのね花をね花咲かじさんと一緒に咲かせましょう。最後になりましたがね、いつもコメントくれてありがとうございます。チャンネル登録してね花咲かじさんを応援しましょう。方法は画面中央に私の似顔絵が出てますかね、この辺ですかね、ピッとクリックするだけです。今日もね最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画で張り切ってお会いしましょう。